ちょっとキャンプ場に来てお金払うん嫌やなって思った初めてかもしれん。やばいとこ予約したかな。ここでもキャンプ場って言っていいかなっていう感じで設営したんで、キャンプ楽しもうと思います。びっくりしたんですけど、なんか公園でイベントやってたんですよね。キャンプ場の前にある駐車場が満車やったから、道路挟んで向こう側の駐車場にとりあえず入れて受付したんですけど、で受付の時にそのね、店長さんかな、伝えると3時間無料にするので、その間に設営してもらって、満車じゃなくなったらこっちに車を通してくださいっていうことで、でそれでもまだ空いてなかったらまた3時間押させてもらうんでって言ったんで、めっちゃ対応やなと思って、設営するのにも場所がなくて、ちょっとの間椅子座って待ってたんですよ。なかなかテント張れるとこが開かなかったんですね。でやっと開いたんで設営して、で車移したら3時間ちょっと超えてたかなんかで700円取られたんですよ。超えてもう3時間分押してくれるって言ってたから、後で言いに行ってみようと思って、次女の方が対応してくれたんですけど、いや3時間超えた分はこちらでは対応できませんって言われて、さっき3時間超えてもまた3時間無料にするって言ったんですけどねって言ったら、いやそういう意味じゃなかったみたいですみたいな感じで言われて、じゃあどういう意味やねんってちょっとイラッとしたけど、まあもうしょうがないと思って戻ってきたんですけど、VOD さんとコラボしてるって聞いて、これは女の子向けかなって思ってきたんですけど、ちょっとがっかりしました。ファミリーキャンプとか初心者さん向けのキャンプ場っていうことで推してるみたいなんですけど、ソロキャンプ初心者やから行けんのかなって来たけどね、来る前にちょっとレビュー読んでて心の準備はちょっとできてたけど、こんなに人が多いとは思ってなかったし、キャンプ場に普通に一般の方が入ってきてシェアリングしたりとかピクニックしたりとか、そんなん想像してなかったですね。ちょっと私も勉強不足やったんも悪かったんですけど、まあせっかく来て
設営したんで、まあキャンプ楽しもうと思います。はい、今日は久しぶりのソロキャンプっていうことで、で、オートサイトじゃないので荷物をかなり減らそうって試みました。で、今日持ってきたちょっと荷物を紹介したいなと思います。ちょっと今日はやらないであろうソロ用の焚き火台、タビベルモントのタビ持ってきました。で、ゴールデンのセット、シェード2種類で、スパイスセット。このスパイスセットがまたこれ100均で買ったんですけど、めっちゃ使いようです。で、これ、こちらフラテリイトさんで格安で手に入れた、これ初めて頭につけるこのライトなんですけど、多分今日使わないですよね持ってきたけどね。まあランタン類、これもあとファイヤーライトで、今日はソロやからコーヒーセットとか、まあ、トングとかラージメスティンで、ちょっとビールをシャンに飲もうと思ってワイングラス持ってきました。あ、でもビール瓶もあるこちらもゼブランのコーヒーのセットです。で、なんかの時におでんさんにいただいたオピネル持ってきました。で、これ買ってみたんですけど、ピンクグローブ、これちょっと今日ゴールゼロにつけて使ってみたいと思います。で、ランタン各種と、まあいろいろここに全部収まりました。火の音使おうかな。こんな感じでちょっとランタン系用意していこうと思います。ちょっとこれフラテリイトさんで買ったカマダニよけローション、これちょっと多めに塗っときたいと思います。なんか蚊とんでも蚊取り線香忘れたっていう最悪。これウォータープルーフやから長持ちよし、これで大丈夫や。
家で漬け込んできたお肉です。こういう漬け込んだり野菜切ったりとかはもう大体家で全部済ませます。先ほどスタッフさんが来られて、スタッフ帰りますって言って帰りました。疲れました。疲れた。チーズが埋もれてしまってる。よいしょ。チーズタッカルビできました。チーズが。チーズ少なかったかな。乾杯。いただきます。うまい。あ、おいしい。うん。おいしくないわけがない。うまい。うん。いやでもモニグロでソロキャンプするの初めてで、ソロキャンプにはもう贅沢な広さ。今日は疲れたのでもう寝ようと思います。はい、トイレ行って歯磨きします。
何もないとは思いますけど、なんせ都会のキャンプ場なので、じゃあこのこの部分を防犯のためにペグで打っとこうと思います。めっちゃ最高や。皆さん、おやすみなさい。